はやべんです。今日はね、青森の海の幸を食べようと思います。ナマコ、生姜っていうのはあんま出てなかったんですけどね、今日見たら意外と安く売ってました。生姜の頃この倍ぐらい値段するよね。で、ホッキ貝、1個150円ぐらいかな、150何円ぐらいで、あと飯寿司っていうね、ものが青森あってね、そういうの取ってなかったなと思ったのでね、これをちょっとね調理したいと思います。はい、それではですね、ちょっとこのホッキ貝さばいていきましょう。こういうふうに口を閉じちゃうので、こういうちょっと隙間があるんだよね。ここに、入れていって、ここ、筋をね、ガリッと切ります。そうすると結構水がバーッと出るんですけどね。ここの、要するに貝の柱の剣のところを切る。これをやると、パカッと開くという感じですね。で、これであとは、こう。これを取っていく。こういうふうにね、身を剥がしていく。結構ね、汁が出て、ドバッと出て、貝の命がね、絶滅していくなっていう感じが意外としますので、若干ちょっとね、残酷な気持ちになる部分があるかもしれない。で、貝自体は洗いません。洗うとね、風味が落ちるのでね。で、こんな感じで綺麗に取ることができます。で、汁はね、ちょっとこのどうしても汚れが出るのでね、汚れが出るのだったらそのままでもいいんだけれども、で、これを簡単にね、切って分けていく。もう本当にね、あんまり適当に切ります。ざっくりと。で、時々ね、ちゃんと塩を剥がせてない個体とかがあったりするので、刻んでる時にね、ちょっとそれは見て、ちょっとね、砂利が入ってるかなっていうのは、この段階で、ペッペッと捨てていくという形にしないと、後でね、口の中にすげえ残ったりするので、この部分は大丈夫だな。あ、ちょっとこの辺が塩、残ってんな。ちょっとあんまりも砂が多いところは洗っちゃう。さっき洗うのって言ったけど、全体を洗っちゃうとね、やっぱダメなんで。で、こういうパカーって開くでしょ。あんまりね、切れない包丁使ってます。ちなみに。もったいないのでね、こういう貝の殻とかをね、100均の包丁です。これもう、ずいぶん昔から使ってる。自分でちょっと研いだりはするんですけどね、時々ね。こんな感じで、きれいに取れますよね。汚くはないんだけれども、思ったよりね、こうなんだ、カメラを通すと汚く見えたので、そういうこともあってちょっとね、焼酎の発酵、適当に、使ってます。料理の人が見たらね、適当すぎてね、怒られるようなさばき方でしょうけどもね。この辺はちょっと整えた方がいいな、やっぱな。
よし、こんな感じでね、この後食っていこうと思います。はい、できました。それではこの後食べていこうと思います。はい、それではちょっとねいただこうかなと思います。お酒の方はね、こちら作田さんですね。こちら作田さんっていうか作田ですね。こちらの方はね、七戸の方のね、酒蔵になっておりますね。でちょっと見ての通り、ちょっと黄金色がかってるんで、熟成酒、低温発酵原酒ってなってますね。非常酒かなんかかなと思ったけど、そういうわけではなさそうなんですよね。どうなんだろうな、魚料理を食べる分に思いっきりダウンとか映ってますね。もうこういうものとかもね、全然考えずにやってますからね、もうね。うん、だからちょっとね、パワーのある味で肉に向いてるかなと思ったんですけれども、うん。まあ、違う企画も考えてたんですけれども、いつかやろうと思ってたホッキ貝と、うん、ナマコ。まあ、あとホタテがあれ 100点だったんですけどね。うん、ホタテはちょっと残念ながらなかったので、急遽やってみました。で、まずこれを飲んでみよう。甘くて強い味なのかなと思うんだけど、どうだろう。あ、やっぱり甘くて強めの味だな。これは魚介に合うか、ちょっと不安なところもある。ああ、うんうんうん。だけど、まあ、ひとまずは、これも合わせてみよう。そうそうそう。まだね、天寿のこの、うん、初絞り酒もね、あるんで、場合によってはこっちも合わせてみようかな。おぉ。うん。とろりとした感じでね。うん。苦味とか酸味とかよりか、やっぱまろやかさ、甘さだよね。うん。だから、このいい飯の方には合うかなって気がするけど、ちょっとこっちには、どうなんだろうな。まあまあ、食ってみよう。とりあえずは。と言いながらバンバン飲んでんだけどさ、うん、やっぱちょっと甘い感じするな。だけど甘い味は意外と海産物にあったりはする場合があるんだけどね。まあホッキ貝からいきましょう。いろんな箇所のぶつ切りになってますけどね。あ、うん、まあやっぱね、うん、生きてるのをさばきたて、これがやっぱうまい。あ、意外と別に全然合うな。うん。やっぱ米からできてるものだからね。魚介には合いますわな。うん、うん。うん、若干砂が残ってる箇所だな、ここは。うん。あ、だけど、うん、全然。貝の旨味がすげえな。で、やっぱりね、剣の部分、橋の剣の部分を切った時に出る汁、うん、あれもね、あれ自体もうまみはあるんでね、余すところなく食べられればいいんだけど、やっぱりちょっとこう砂が入っててね、濁った水とかが出たりすると、やっぱそれはね使えないかなと思ってね、うん、あ、そうそう、あとなんかよくわかんないけど、さばくとこういうのがピョロンと出てくるんだよね。これもね、割とプリプリしててうまい。何なのかよくわかってないんだけど。ああ、なんか切り損ねたでかい塊、紐とかも含めてだね。ああ、ああ、縁についてるね、紐の部分。うん、この部分もね、うん、やっぱりこう歯応えがあって貝らしい旨味があるんだけど、時間を置くとここの部分ってのは結構貝臭さが出るんだけど、まだ寒いってね、5分ぐらいしか経ってないから全然うまい。素人の私がさばいても全然うまい。うん、そうだ、貝臭さがねえんだよ、さばきたては。ただ江戸前の職人さんはね、さばいて握るまでの時間にさ、ネタの方が時間が
経つんだけれども、かゆくさくないようなね、仕事もしてるんで、そういうところはね、うん、この貝の、そう、このサラサラしている汁分、水分もさ、ぬめりが出てくるんだよね、時間が経つとね。だから、江戸前の職人さんはそういうのをね、ちゃんと仕事して、ぬめりもきちんと取って、貝臭さが出ないようにしてっていうのがあって。だから、貝が苦手の人ってね、やっぱ貝臭さとかぬめり、あれがダメっていう人が多いんですけれども、うん。そういうのをね、取り除いてくれてるから、全然美味しく食えたりするんですけども、やっぱね、さばきたては私みたいのが、調理しても、うまい。やっぱり食材に恵まれてますわな。この生きたホッキ貝っていうのがね、スーパーで、まあ158円ぐらい税抜きだったと思うけどね。そんなところは、まあまあまあ、なかなかないよね。秋田でもホッキ貝は売ってたけど、そうだな、パックに入ってて生きてる場合もあったかな。うん。けど、ここまで鮮度は良くなかったと思うな。うん。ホッキ貝、うん、ホッキ貝あったかな、ホッキ貝。食べたことはあったかな。いや、ホッキ貝じゃなく、あ、いや、違うな。うん、つぶ貝とかも食ったけど、いや、つぶ貝はあれか、島根にいた時には結構あったよな。うん。震災の頃に、震災の復興の頃にね、三陸沖の方の、エリアの大将がツイッターやってないけど粒焼くよって粒が焼いてるねポスターがバズってたりしたことあったけどね、うん、それも食の復興ってことでね、うん、話題になってたな、そういやな、あうん、生もうまっ、これで500円で食えるっていうのは安いね。うん。だって青森のナマコって高いのかなと思ってたんだけど、うん。九州だとやっぱりあれぐらいのパックで500円、400円であってね。うん。正月の頃だとそれがいくらぐらいだ？全然あの量だと1000円は全然超える。下手すると1500円ぐらいあって、正月ぐらいの頃ね。それで売れ残ると 40% オフになって、って感じだったけど、それでもあのパック500円ぐらいだったけど、その値段にはなんなかったからね。だから祝い事の時はやっぱり高くなっちゃうんだろうね、どうしてもね。で、これが腹渡の分、うん、この渡だよ、これがマジでうまい、これがもう本当に酒のつまみだよね。あ、で貝はね、あの海水吸ってるっていうかね、そういうのもあるから、その塩分で十分、あの醤油とかいらないです。あーうまいな。うんだな、うん、この辺は、うん、秋田3年半いて青森が間もなく1年半かっていうことでね、まあ、秋田の方は長くいたし、どうしても長い分思い入れがあって、うん、あの、こういうのがうまかったな、あれが良かったな、っていうのはすごいたくさんあるんだけど、この貝ナマコに関してはね、青森すげえ、あとあれ、なかなか、こう、うまいものっていうのは、居酒屋とか、そういうところでも出会えない場合あるけど、カレーの刺身ね。あれは青森うまいね。そう、だから、あ、秋田はカレーの刺身はあんまり見かけなかったよね。で、共通して美味しいのがタラの白子。青森というと、タズ。ツに点々。で、秋田で言うと、ダダミだよね。あれもね、やっぱ水揚げされる港で取れる。うん。白子、まあ、食べてないものを話してもしょうがないんだけど、ちょっとね、ピンクがかったあれがね、むっちゃうまい。ああいうものもやっぱ産地じゃねえと食えないよね。タラもね、鮮度落ちるのが早いから。うん。スーパーで刺身用とかああいうものをね、必
ってきてもそれでもうまい。で、やっぱり信頼できるお店で食うとまたもっとうまい。やっぱりちょっとね、下処理だとかもうまいんだろうね。うん。で、この、あ、こっち入っちゃった。あら、あら、取れねえ。ちょっとね、やっぱりね、ナマコっていうのはぬめりがちょっとあるんでね。あ、で、うん。このナマコの独特の美味しさって何なんだろうね。うん。この、うん。なんだろうな、あの嫌いな人はもう誰も食わねえような味なんだけど、ちょっとこのさ、外側のちょっと硬い分コリコリ感あって、うん、ぐっと締まってるんだけど、意外と歯切ればいい、口の中に硬さが残んない。うん、で、なんだろうな、海の香りなんだよな。で、多分磯の香りって、多分本当に綺麗な磯の香りっつうのかな。だけど意外とね、ナマコは今の砂浜なんだけど、うん、だからそういう海の香りがするんだよな。なんなんだろう。うん、あまり深く考えたことないけどね。宮崎とかに行くとさ、あの、恋ヶ浜だとかさ、猿島があるあたり、うん、あの辺に行くとさ、砂浜で、うん、向こう以外遠浅だったりするんで、砂浜がね、こんな暗いものがゴロゴロしてるなと思ったら全部ナマコなんだよね。で、あれは、うん、まあ言っていいのかわかんないけどさ、まああの、禁漁で取っちゃダメっていうことは書かれてなかったから、パッと取って、あ、ナマコじゃん、食えるのかなと思って、ちょっとね、一個ナイフでさばいてみたことがあるんだけれども、なんかね、本当に、川に海水が詰まってるみたいな感じで、こういう身がなかったんだよね、その時ね。だから、あれは種類なのかな。だから、宮崎、鹿児島でもナマコは売ってて、結構食用のナマコは安いんですよ。あの、青ナマコと赤ナマコがあって、青の方が高いんだったかな。これは多分青だよね。赤ナマコみたいな感じの色目のやつは、こっちで見たことないんだけれども、うん。っていうか、結構黒い感じはするんだけどもね。うん。で、うん。ちょっと、うん、色前的にはちょっと赤っぽかったかな。うん。けど、食うところねえじゃんと思ってたんだけどね。あれも夏場だったからかな。冬場になるとちょっとこう身がつくのかな。わかんないけど。うん。いや、なんかその辺は不思議だなと思ってね。で、まあ、日本のナマコ問題で言うとね、今中国が、で、日本の、なんだ、福島の、処理水。うん、汚染水とか言ってますけど、汚染水じゃないですからね、あれね、処理されて、アルプスっていうので、放射性物質っていうのは取り除かれてて、全部取り除けないですよ。当たり前ですけど。というのは、トリチウムっていうのは、この中にも入ってます、ぶっちゃけ。水道水だとかを飲んでも、あん中にも入ってます。自然的な放射能なんで、あれ取り除くっていうことは無理なんですよね。だけど、アルプスっていうのは、日本のアルプスっていうのは優秀で、トリチウムを含めて、東京ドーム、大きさの中で、放射性物質、まあ、トリチウムですけどね、というのが、野球ボールで何個って言ったかな、だから3個から5個ぐらいの間ぐらい、それぐらいまで取れちゃうんですよ。うん、世界的にこれありえないんですけども。けど、まあ、ちょっと残るんですよ、どうしても。
だそれをけしからんっつってますけどね。まあ、中国の原発が出してるね、放射性物質っつうのは、日本の100倍じゃ済まないですからね。まあ、ぐだぐだ言ってた韓国もそうですけども、全くもって話にならないぐらい出しておきながら、風評被害でね、ぐずぐずぐず言ってて、まあ、その辺もいいや。で、とりあえずね、ナマコっつうと中国人大好きで、特に干してね、ガンファ、乾いた硬貨の貨か、で書いてね、お金の代わりにもなるようなもので、ナマコのガンファっつうのをね、こう戻して、煮込んで食べるっつうのはもう本当にすごい至高の料理みたいな感じになってるんですけどね。今、だからそれがあって、結構日本全国ナマコっていうのを密漁されて、あるいはその密漁に手を貸した日本の漁師もいるんだけども、っていうのがあってね、そういう事情があって、いい買い手だった中国が、禁輸をして、ナマコが売れなくなったって話があるんだけど、日本で食えばいいじゃんと思うんだよね。こんなうまいもの。だけどまあ、どうなんだろう。最近の若い子とか食わないのかな。あ、こんなうまいじゃん、絶対に。この小型の部分のこのうまみってなんだろうね。だからね、若干、ウニに親和性はあるんですよ。けど、それに対して、ウニは、まあ、ウニも苦手の人いると思うけど、万人受けするウニさんの感じに対して、やっぱり野趣があって、あ、これもだ。無頼な感じがあって。けど、うまみがあるんだよな。あ、懐かしいな。ちょっとね、思い出したな。昔、下関とかにいた時にね、バイト先の元締めと、1個上、2個上だったかな、の先輩と、よくね、一緒に現場になってて、そこで、格安なんだけど、まあ、それなりにうまいものを食わせてくれる居酒屋。まあ、今はね、鳥貴族的なものだとかさ、ああいうチェーンでもっと安いところあるけど、当時安かったところで、だからもう当時ね、安かったところでもね、ちゃんといいものを食わせてくれてたんだよ。チェーン店問題で言うと、ややこしくなるから言わないけどさ、本当に、本物のうまさとかも食わせてくれるようなところもあって、そこに、ナマコがあって、私がナマコのうまさは知っていて、二個上の先輩に、勧めて、でもバイトの元締めも食ったことなくて頼んで、バイトの元締めはね、これなんだって言ってたけど、二個上の先輩はすげえ気に入ってくれてさ、何これうめえじゃんって言ってくれてさ。で、それはすごい俺嬉しかったなっていう記憶があるな。で、若手の頃ね、茨城だったかなに行った時にね、居酒屋に行ってさ、ナマコがあってさ、ナマコを頼んで、その時にね、日本酒があったんだよね。なぜか。で、日本酒当時全然飲んでなかったんですよ。で、鶏肉。そこもね、ちゃんとしたナマコを出してくれるところでさ、その時はね、飲みに行ってた人で、ナマコうまいって言ってくれた人は一人もいなかったんだけど、一人ナマコを食いながらさ、日本酒を飲んで、で、日本酒もさ、東北来たから、まあ日本酒ばっか飲んでるけど、だね、それまでは本当にアルコール臭いだけど、なんだこれみたいな感じで飲めなかったんだけどさ、
すげえ美味しいなと思って、あのナマコと朝食ったらね、あーってことで日本酒で目覚めた一つの要因はあの時だったかもしれないな、うん、ってことがあってね、結構ナマコにまつわる思い出っていうのは強めにあるんですよ実は。うん、でこれもね、あの殻の殻っていうか外の歯ごたえがあって肉厚で、それでいち肉厚のナマコの身がうまいんだよな。うん、なんかねいろいろ喋りすぎてるね。うん、でサクッと10分ぐらいで終わるつもりが20分話してるので、そろそろいい飯を食って感想を言って適当に終わろうと思います。こんな感じでね、いい飯、あ、酸味があるな、あの、うん、うん、わあ、いい飯食うの初めてなんだよ実は、青森来て、あの、あの想像できると思ってね、秋田にいた時にさ、はたた寿司が有名で、うん、米を使っていろんなものを発酵させた寿司でしょと思ったんだけど、見てわかるようにね、タケノコとかね、多分わらびとかかな、がすげえ入ってて、それ米で発酵させてるんだよねこれね多分。で、うん、あ、ゼンマイもあるな、これな、味はゼンマイの味もする。うん、なんかこのね緑っぽい長いやつは何かっていうのはね、見た目じゃわかんねえ。で、味では多分ね、ゼンマイが入ってる。わらびもあるけど。で、それが、多分米で、あ、こっちも、うん。こっちもちょっと合わせてみようか。初絞り。うん、それをあの米を使って発酵させてると思うんですけどね。で、それ唐辛子も入れてんだよな、これな。これまたアクセントによって、あ、うまっ、あ、うん、酸味があってパワーがあるな。ああ、こっちの方爽やかだけど、イメージ食うんだったらこっちだな。うん、うん、けどね、そういうパワーがある発酵文化の象徴みたいな味はするね。で、ちょっとね、こっちの方の新酒を食いながら海産物も食ってみる。あ、うん、うん、うまい。うん、ああ、全然この後味が変わるな。ちょっとフレッシュな、元気ながら甘みもあるお酒。で、あ、食べると、うん、全然またあの、ちょっとね、甘みだとかそういうものを引き立てる感じがする。で、ナマコ。これも食って、うん、うん。これは結構、癖もあって、パワーもあるけど、爽やかな新酒だとどうだ？あ、ちょっと負けるかな。ナマコに関してはこっちの方がうまいかもしんない。うん。いや、だけどね、奥深いね。こういう海産物と合わせるだけでも日本酒ね。ということで、この後も美味しく食べていきます。ということで、阿部でした。ご視聴ありがとうございました。